吉田町の60代の女性が SNS を通じて知り合った著名な実業家を語る人物から金の投資を勧誘されおよそ1億5800万円を騙し取られました警察によりますと吉田町に住む60代の女性は去年11月中旬ごろ無料通信アプリ LINE を通じて知り合った著名な実業家を語る人物から金の投資を持ちかけられ 指定された口座に数十回にわたっておよそ1億5800万円を振り込みました今月8日女性が投資の利益を自分の口座に移そうとしましたができなかったため詐欺に気づき警察に相談しました女性がダウンロードしたアプリ上では利益が出ているようなチャート図が示されていたということです